ということでお腹が空きました。お腹空きました。お昼ご飯でーす。バイバイ。はーい、トースト&ハニーさんにやってきました。こちらはですね、金土日祝日だけ空いているんですが、アートカフェということで、お休みの日にね、ぜひ自転車でね、訪れてほしい。すごいね、素敵なカフェでございます。行きましょう。行きたいと思います。結構いろいろついてるんですね。サラダ、スープ、メイン、コーヒー、デザート、がっつり、がっつりですね。で、メインが選べて、何にします？さっきからね、ラグソースパスタが気になって。おじゃあ、私チーズにします。すいません。ティーセットもありますね。デザートセットとか、あとコーヒーだけ、うん、テイクアウトもできるみたいなので、コーヒーだけとか、じゃあご飯は他で食べたからスイーツ休憩とかね、糖分大事ですから、で来るのもありかなって思いま す、ね。うん、めちゃめちゃ店内もね、おしゃれで、待ってる間もいろいろね、楽しめそうなものがね、いっぱいあるんですが、ここがね、もともとうどん屋さんだったということで、そのね、うどん屋の面影がね、ちらほら残っているところもありまして、もともとの障子を小学生がアレンジしたようなアート作品だったりとか、この辺のランプはもともとのランプをそのまま利用してね、すごいおしゃれな感じで活用していたり、後ろはね、座席になっていたり、うどん屋の面影を残しつつ、めちゃめちゃおしゃれに改装されています。で、店内にはかなりね、アート作品がめちゃめちゃね、あるんですけれども、こちらだとタイの海外からのアーティストさんがこちらに滞在して仕上げているという作品で、もちろん購入もできるし、店内でもインテリアのようにおしゃれに飾られています。成田空港圏の現代アートの拠点になっているというね、こちらのカフェなので、結構有名なアーティストさんの作品もたくさん見ることができます。なのでね、アート興味あるっていう方もぜひ訪れてほしいなと思います。アートステイビゾンふわりさんにやってきております。こちらはですね、先ほどのカフェのオーナーでアーティストをされている志村ゆうすけさんが活動の拠点にされている場所ということで、こちらに海外からね、あのアーティストさんを呼んだ場合に滞在制作をしていただいたり、アーティスト活動の拠点にされている場所ということで、こんな感じで自転車を止めて、こちらでね、広場があるんですけど、バーベキューをしたりとか、なんでね、あの一緒に交流ができるような場所となっております。では中を見てみましょう。しょ、おー、広ーい。こちらはですね、すごい広いね、入り口入って広いスペースがあるんですけど、こちらでイベントだったりとかね、アーティストの、活動をされているということで、これもね、アート作品なんですけど、奥に、ね、見えるこちらが志村さんの作品を実際に近くで見ることもできるスペースになっております。ということで、今回サイクリングをしてカフェに寄ってこちらに、ね、お邪魔して、すごく楽しいサイクリングになったんですが、印旛沼などね、回りました。この辺に来るには都内から1時間ぐらいで電車で出てこれて、初心者としてもすごく走りやすいコースだったので、
あの始めたばっかりでライドにどこに行こうかなっていう方にもものすごくおすすめできるルートかなと思います。気になった方はね、あの同じような感じでルートね回って楽しんでみてほしいなと思います。今回のライドの動画は私のチャンネルの方でも別のね動画として編集してアップしますので、そちらもぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。動画気に入ってもらえたよという方はこちらのねムーブーのチャンネルとアムちゃんのチャンネルもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。